鳥居本殿例、羊崎神社は、宮城県石巻市真野にある神社。式内社論社で、旧社格は孫社。祭人は、以下の三柱。ただし、平成順大義、演技式内道の区百座など、豊玉姫命と、丘の御玉の命を祭人として紹介している。文献も見られる。創建年代は不明である。安永元年の、 法内フード機関の13では、何時勘定されたかつまびらかしからずと記している。当社は、江戸時代に、名神を起こそ、霊、羊崎神社に否定される。霊、羊崎神社は、日本三大実録上岸元年1月27日の、上に、景気七道初心侵害及び新しのぶ。総267社。 その一つとして深海が14人下に少女されたことが記され、また延長5年の演技式新名庁においては、名神大社に列格、同じく演技式参観には、名神祭の対象者として記載されている。しかし、その後の資料に例、羊先神社の名は見えなくなり、江戸時代には論争が起こることとなる。教法4年に表された、大岩石門老師や、 漢方元年に表された法内名跡史に当社の記述は見えないが安永元年に表された法内風土機関の十三の間の村の城に当社のことが記されているそれによれば当社は前述のように何時勘定されたかつまびらかではなく白鳥神社と呼ばれており間の村の真珠と伝えられ現地の人々は古の例 羊崎神社だと言っていると記している。さらに当社が例羊崎神社だとする理由について、例羊崎神社はもともと、港村牧山にあったが火災に離災し、火災家の祭り殿があった、真野村の丸山に社殿を移した。ゆえに、祭礼の前後に、門前市が開かれ、村人が参集する。このため市が開かれる場所は、宮工事、祭り殿があった場所は、 宮田と呼ばれ、今も、なお遺向が残り、かつその社地が、羊の方向を向いていることから、村人は当社を礼、羊崎神社であるとしている、と記している。しかし、法内風土期間の十三は続けて、上記の説は、実はそうではなく、天正年間の末期に、火災家が領地を失って滅ぶと礼、羊崎神社も荒配し、神輿を、港村、 牧山観音堂に移した。この越しも今は見えなくなり、例、羊崎神社の信号も白山神社となった。これらは、仏像の関係によるものであると記し、誠に嘆くべきことだと結んでいる。法内風土機関の13の港村の城には、港村の例、羊崎神社についても記されている。それによれば、港村の例、羊崎神社は、現在、 白山神社と呼ばれて豊玉彦命を祀っていること、お鹿軍式内社の筆頭で、王子は、王子そであったこと、港七号の陳樹となっていることを紹介している。さらに、牧山大比較の記述では、その地が、古の霊羊崎神社の地で、仏像がその地を奪い霊羊崎神社の名を隠して、牧山観音と号しているのだと記している。 上記の港村の例、羊崎神社と当社の間には争いがあったことがいない調子に書かれている。それによれば、主言者、不明院下が、牧山の白山宮を例、羊崎神社であると主張したことに、間の村の漢寿院が激しく抗議、紛争は、班長に持ち込まれた。明和5年2月26日おめし城により、3月3日に、漢寿院の奉仕が、 仙台表情書へ出頭、霊、羊崎神社の儀につき不明院、牧山白山宮と間の霊、羊崎神社との関係について尋問を受けた。これに対し漢字院は、間の村が連年協作続きで社殿の修復も困難になったため、昔より設備していた御輿を牧山白山宮へ一時預けた、ゆえに、御輿が、もともとは、 牧山のものではないと申し立てた。表情書もこれを認め、例、羊崎神社を、間野村の鎮守として採取するよう判定を申し渡し、漢樹院の主張が守備よく、聞き届けられたのだという。明治の神仏分離後、当社は、例、羊崎神社と呼ばれるようになった。明治7年、近代社格制度において尊社に劣しその後、 新鮮兵薄領とも新社に指定された。明治二十年社殿を火災で失い、新鮮兵薄領とも新社に指定された際は、カリミアであった。現在の社殿はその後に建築されたものである。所在地、ありがとうございます。